本人もいいからね。ロックベンドはさすがに。ではないな。ポジティブグリッドのバイアスラック。バイアスラックです。うん、おなじみジャズコーラス GC120 のリターンにつないで、リターンにつないでリファーブが効くっていうことを俺は先初めて知ったんです。しっかり聞きます。リバーブだけ効く。別にこの辺も効く。あ、その辺は効かないです。ね、その辺は聞かないです。リバーブだけ生きてるみたいな。そうです、コーラスとかそれも生きてる。ああ、生きてるわ。あ、すごい、うん、いいじゃないですか。これで一気に良くなる。生きてるクリーンがあんまりにもただの普通のなんか聞くの緊張する感じの音だね。なかなかの、あ、これはいいですね。あの、スピードとデプスも上げていただければいい感じに。あ、いいじゃないですか。ブラザーフットできるじゃないですか。いい音しますね。いい音すぎましたね。ジャズコーラス良くないって言ったやつ誰なんでしょうね。あれを最初に言い出したやつ、東京湾に沈める時な。そのスタイルで言われるとなんだか穏やかな話じゃない。ポジティブグリッドがすごいのか、ジャズコーラスがすごいのか、まあ、両方ね。テラリサムスです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 。まあ、何買えばいいんですか。ちょっと進んだね、これ。ありがとうございます。15万。15万なんぼの。こんな音ですよね、完全に。そうですね。ジャズコ使ったんちゃうかな。タックマの音。もうこのコーラス感すごい、ね、グリーン、グラッシー、ブルース、クランチ、メタル。グリーン、グラッシー、ブルース、クランチ、メタル。5種類。5アンプみたいな。グリーンで、今これジャズコでせっかくなんで、コーラスかけて弾くと。確かに。ブルース。っていうやつね。以上。もう
カリマッカぐらいしかないんです。ああ、いいですね。すげえ雑だな。クランチブラザーアウト、限定モデル。これ何でしたっけ、なんとか、なんて言うんでしょう、こういうスポルテッドメイプル。スポルテッドメイプル、はい、流木的な、なんかその、なんでしょうね、このバクテリアがこういっぱいこう入ってる。あ、バクテリアが。らしいですけど、ごめんなさい、ちょっと今、違ったらどうしようってすげえ思いましたね。そう、コメントです。そうです。突っ込まれるんで、今ちょっと言って、あって思いましたね。40万ぐらいするんでしょ。そうですね、それぐらいします。すごいな、そんなすんだ。インレイがね、ちゃんとアバロンで、アバロン、いやらしい、いやらしい、いやらしいギター音すぎた。